皆さん、ご機嫌いかがでしょうか？助走、リキビラです。本日は、PS3 版、ウィニングイレブン2015で、画像取り込みを利用した、ユニフォームエディットの、方法を、紹介したいと、思います。まずはじめに、PS3 本体の、フォト内に、ユニフォームエディットで、使用する、画像データを、保存しておきます。それが済んだら、ゲームを起動し、エディットモードにアクセスします。最初に、チームを選択、エディットしたいチームを選んだら、フィールドプレイヤー、ファースト、セカンド、もしくはゴールキーパー、ファーストを選択します。次に、画像を貼る、を選択。正面、背中、右袖、左袖、パンツ右、パンツ左、ソックス前、ソックス後ろの、いずれかを選び、最初に保存した画像を、次々に貼っていきましょう。それでは、エディットの様子を、ご覧ください。
ご視聴、ありがとうございました。